ハンマツバ先生です。私は2016年ズルトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界1位となり1億円近く投資をしておりました。世界バイナリーオプションスペシャリストのハンマヨ先生です。現在ズルトレーダーは FX 投資となっています。今回は5分足で求める15分のバイナリーオプションですね。このインジケーターを紹介します。ただいま分析はね 75% 6以上の取引で288ラインですね。5分足なので24時間での分析ですね。でですね、シグナルが来てから2つ目となります。10分ですね、10分で判定でやってみました。このようにね、シグナルが来てね、こうシグナルが来るわけですね。それでここで取りして、ここで買ったと、ね、ここあそうですね、10分だ、10分だ、10分だからいいんだ。ここで来て5分経って移って5分で、だから10分ですね。ここでですね、ここで打ったわけですね。ちょっと落っこっちゃって上がって勝ちと。6勝1敗。86% ということですね、勝ですね。で、280ラインで2個目ですね。シグナルが出たところ、ここで出るんですよ。それから打つところはこれ切り替わりの時に打つわけですね。ここに上を打って、下がって上がって買ったんですね。で、これでの取引はね、5分間隔で出るんでね、15分バイナリーオプション。で、1分後ということですね。バイナリーオプションって、15分前からって打てないでしょ。ちょっと経たないと、入ってからじゃないと打てないんですよ。だから、ここでガチャガチャして、残り10分の時にシグナルがね、打てるというですね。そういう取り組みですね。こんななってますね。他には、これみたいですね。これは勝率 78%、比で見てね、なってます。7勝2敗。こう負けてるわけですね。ここはこう、後ろ見ててね。ここへシグナルを打って、こんなバックしちゃって、ここで決戦に負けちゃったんですね。というんですね。ということですね。これはちょっと見にくいので。表示はここしか出ないね。これとか見やすいね。これ勝率 NC になってるね。これちょっとわかんないですね。これちょっとわかんないです。ここで見てましたね。こうですね。これシグナルが5分バイナリーですから、5分ですね。で、ここで打って、こう切って、10分後勝ちと。ということですね。これはここで打って、10分後負けですね。ここで打って、10分後勝ちと。ここで打って、10分後勝ちと。というわけですね。まあ、24時間中に6勝2敗であると。これは、こうですね。
ここでシグナルが出て、ここで勝ちと。ここシグナルが出て、ここで勝ちと。シグナルが出て、ここで勝ちと。いうわけですね。以上、こんな風にしてね、シグナルがね、今度、半田先生の15分のバイナリーオプションの投資の方法は、10分で、のとこに打つんですね。そこから、10分、5分で、2個置くんですね。1個でやんないです。5分で判定でやりません。10分後を見て、15分のバイナリーオプションを投資するという方法ですね。今日は2020年8月9日21時3分ですね。今のインジケーターはこちらになりますね。このようにね、立ち上げると自動的にこうシグナルが、このインジケーター、これはね、今分析中なんですよ。で今日休みだから動いてませんけど、このように白く文字に見つかると表示されて、で今勝率はね、75% で、ここ以上の取引で288ライン分ね。で、いいのがあればということですね、これ以上。だから実際はこれ 85% 以上にしないといけないですけども、今日は表示が出ないんで、休みなんでね、少ないパーセンテージで6以上の取引ということで、ここはいいと思うんだけどね。通常 85% ぐらいでやるんですね。そんなのだと勝ってました。成績でね。前の